能力はこのプレゼンスリダクションっていう能力、カメラから消えることができます。一応歩いたら、歩く分には大丈夫なんだけど、走ったらちょっとねノイズが出る。こんな感じで、やばい、やだ。基本的にこいつは一人行動です。一緒に行動したくねえんだよ俺はよ。まあ、適当でいいです。まあ、刺さる場面には刺さるって感じやね。OK。OK。こういうことよ。はい、どうも、アイナでーす。さあ、今回も、キャラ講座編第3回。ということで、今回は、ヌックを使っていきたいと思います。キャラ講座編はですね、座学編、まあ、キャラ解説と、実践編という形で、分けておりますので、キャラの、ね、説明が大丈夫だよって方は、実践編に飛んじゃってもらっても構わないです。またね、自分だけの知識は全部じゃないと、まあ、思ってるので、こんな使い方したら強いよとかがありましたら、コメント欄で共有してくれたら、他のね、CG やってるプレイヤーの皆様にもね、その情報が、行き渡ると思うので、よければコメントの方もお願いします。はい、では、座学編の方へ行きましょう。じゃあ、座学編の方を始めていきたいと思います。ヌックですね。能力は、このプレゼンスリダクションっていう能力です。能力の内容としては、カメラから消えることができます。相手のカメラからね。まあ、ビジル分かる人だったら、まあ、攻め版のビジルって感じです。相手視点のカメラはこんな感じですね。こんな感じ。切り替えて、こう。一応、歩いたら、歩く分には大丈夫なんだけど、走ったら、ちょっとね、ノイズが出る。こんな感じで。で、リダクション中は、敵のカメラが白くなります。見られてるカメラ。本当はね、こういう赤とかなんだけど、白にね、変わります。昔はリダクション中、足音が小さくなったんですけど、ビジルとね、能力を一緒にするためにね、その機能は、残念ながらなくなっちゃいました。まあ、カメラからね、消えるだけなんでね、ぶっちゃけ言うと破壊力は少ないです。はい。なんですけど、まあ、仲間もが多かったりすると、まあ、刺さる場面には刺さるって感じやね。うん。最後のプッシュとか、刺さる場面は本当に強い。で、使い方ですね。適当にか、まあ、適当でいいです。まあ、そんなね、自分結構使ってるんです。そんな、めちゃくちゃ意識して使うみたいなことはないです。まあ、強いて言うなら、まあ、使ってるときは、こんな風にがっつり移動して、まあ、効果が切れたら、こうやって、ゆっくり進むって感じですかね。で、また右下回復したら、こうやって距離を詰めてって感じ。で、このね、リダクションなんですけど、このリダクション、ドローンね、リダクション中にドローンをいじると、リダクションもついたままの状態になります。これね、右下、ゲージ減ってるの分かるかな？こうやって、今赤だけど、ちょっと減ったね。ドローン索敵、こういう索敵中に、まあ、カメラがなかったら、カメラがなかったら、これを解除して、こうやってドローンを操作しましょう。クール時間がね、もったいないんで。で、まあ、基本的にこいつは一人行動です。一人行動で、例えば、こっち、この階段から、味方が、攻めてるとしたら、自分はこっちからゆっくりこうやって入って、ここの中のやつをキルするみたいな感じ。裏取りキルって感じだね。うん。まあ、裏取りして、まあ、途中に敵がいたら、まあ、もちろん倒すんだけど、裏取りして、まあ、仲間の人を叩くっていうイメージが一番強いかな。内部破壊っていうんですかね。それが、まあ、一番使い方としては合ってるかなと思います。カメラから消えて裏取りして内部切る。カメラとかね、ここにカメラあるんですけど、まあ、通り過ぎるだけだったら壊さなくていいです。こういう、壊す時に音鳴っちゃうので、通り、まあ、ここら辺に停滞する場合は、まあ、こうやって壊してもいいんだけど、
その場合ただ通り過ぎるだけだよって場合は別に壊さなくて大丈夫です。逆に壊しちゃったら、あ、そこから敵来たなって分かっちゃうので、うん、まあ、なるべく壊さないとかはないんですけど、まあ、通り過ぎるくらいだったら別に気にし、カメラはね、気にしなくていいです。で、まあ、一人行動でさっきも言ったんですけど、まあ正直ね、最初はむずいと思います。一人行動はまあ結構勇気いることだし、浴衣はね、こう始めたばっかの人は浴衣の後ろついてくって場面が多いんだけど、まあ防衛で遊撃キャラとか使う場合はね、結局一人行動しないといけないし、練習のためにもまあ抜くを使うといいかもしれないです。逆にいつも遊撃やってるよっていう人は、まあ攻めとしては使いやすいかな、うん、なんでまあとにかく味方の後ろをついていかない、裏取りキルをする。で味方もね、自分の味方に抜くがいた時はまあなるべくまあ抜くの後ろ行かないようにしてください。で天敵と有利キャラの話をしましょう。まあ天敵は遊撃キャラですね。特にカベイラとソリスがきつい。ソリスはね、このプレゼンスリダクション中はこの使ってる状態が見えるので、まあ実質的に位置がバレちゃうんですよね。これがきついのと、カベイラはね、カベイラに出くわして、万が一ねカベイラに、ダウンさせられちゃった時はね、あのヌックは一人なんで問答無用で尋問多分してきます。なんでそれがきついかな。うん、まあ遊撃キャラきついっすね。逆にこっちが有利取れるのは、まあ、やっぱり仲間守りのキャラ、誰だろう、まあ現地で居持ってるマエス、エコーとか、あとシンプルにバルキリーとかカメラ使うガジェットとかは、まあ、強く出れると思います。まあ努力単純なんで、まあキャラとしての紹介はこんなもんかな。うん、とりあえず一人で行動して裏取りして小村家のやつらを一掃するっていう形かな。じゃあね、まあいつもより早いかもしんないけど、武器紹介に行きましょう。はい、というわけで、武器紹介の方していきます。最初は FMG9 を紹介しています。 FMG はね、こんな感じで結構、低反動で高レートです。ちょっと反動をちょっと見てみましょうか、もう一回。うん、分かりやすいリコイルの仕方ですよね。仕方っていうか反動、縦しかない、うん、結構簡単。下に倒すだけで、まあちょっと横ぶれはあるけど、下に倒すだけでリコイルできます。まあ、代わりとして威力が結構低い目ですね。高レート低反動だけど威力34なんで、まあ、三角から四角なんですけど、まあ高レートの低反動ということで、まあ武器としては結構扱いやすい部類なのかなと思います。反動が少ないのでヘッドショットも狙いやすいですね。で、抜くはね、後ろから裏取りするよっていう話をしたんで、自分はサプレッサーをつけてます。次に、じゃあもう一個のショットガン、612だっけを紹介します。この612っていうショットガンは、射程距離が確か短かった気がします。ああ、でも 10m でも結構届くな。まあ 20m は届かないと思う。全然届いてない。まあ、ちょっと普通のショットガンよりは短いかな。うん。で、マガジンがね、少ないっす。6発しか入んないっす。まあ、連射力はちょっと高め。セミオートに入んのかな、これ。まあ、セミオートだとしたら遅いんだけど、まあ、ちょっと連射できるよっていう感じですね。で、威力が結構高いですね。スモークが48で、こっちが46。うん、威力高い。まあ、中に侵入さえしちゃえば、ぶっちゃけね、FMG より内部破壊力は高いです。なんですけど、やっぱり、まあ、射程が足引っ張ってるって感じです。まあ、でも、サブでね、長距離戦えるよっていう人は、まあ、ショットガンにしても別にいいんじゃないかなと思います。自分は無理なんで。で、次、サブの紹介ですね。D50 と 5.7 USG ってのがあります。ほとんどね、変わんないんで、D50 を、説明しましょうか。先に言っておくと、連射力は、確かどっちも変わんないと思います。ちょっと試してみる。
連射力は変わんないですね。代わりに、弾数を選ぶかダメージを選ぶかって感じ。 D50 のがダメージ71で相談数7で、USG が42の相談数20、まあ、威力を取るか本当に弾数を取るかって感じです。まあ、自分はねそこまでサブ使うこともないので、まあ、シンプルに重い銃が好きなのっていう好きっていうのもあるんですけど、自分は D50 を使っています。まあ、そんな出番はないんだけどね。まあ速攻の2つはお好みかなと思います。まあそんなとこですかね。ヌックの武器としてはサブ1本で、長距離こと足りるよ中距離こと足りるよって人は近距離用に、この名前なんだっけショットガンを持ってでもまあいいかなと思います。そんなわけでヌックの武器紹介を終わりたいと思います。じゃあね、実戦編の方に飛びましょう。レッツゴー。よしやりましょう。両方ということで、ここはね4階層分あって結構ねいろんなとこから侵入できるんですけど、まあ、今回3階ということでねあんまりそれは関係ないかもしれない。まあ、3階から行くかその他から行くかって感じ。どうしよう。ないんだけど。突破しちゃうか。よし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 。ちょっと騙したけど。当たんねえ。当たんねえ。ちょっと。え？どこ？よしやっていきましょう。3勝ということでね、で最初にね脇位置をね味方こんな風にね反対側とかに脇位置を変えておくと結構単独で侵入しやすいのでおすすめです。いますね。結構硬いなここ。1個下からいくか。4人ともいるから裏から行きましょう。こういう時はこっちから確保する裏に行って、オッケー。こういうことよ。カメラあったけどね、リダクション使うことでスキャンされないんでね。いやー強いよねこういうのがやっぱり。入れるね、行っちゃおうか。姿を消す。リロードするぞ。やだ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 。リロードする。助けてやばい。いやだー。そう、そういえばなんかビジルじゃねえや、間違えたビジルじゃない、ヌックのなんかエリートスキンをね待ち望む声が多くてびっくりしました。まあ、自分も待ち望んでる一人ではあるんだけど、結構ね意外と多くてびっくりしました。ね、知ってる人、まあ、知らない人いるかもしれないんだけど、シージのね公式のキャラコンセプトアートっていうので、ビジルのね素顔がちょっとだけ載ってるのでね、多分だけど、まあ、こんな感じのが来るんじゃねえかなと。素顔を明かさずにこんな形で多分エリートが追加するんだったらこんな感じかなって思います。やばい、カメラいる。ディフューザーを取り戻した。まあ楽しみだね。まあ素顔も明かしてほしいんだけど、
まあブサイクだったから、ブサイクだったら嫌だからまあいいかな。まあ、C11 美人らしいからどうやらヌックさん期待ですわ。爆弾解除を開始した。ディフューザーを守れ。ケイ敵部隊よしやっていきましょう。要塞っすね。メインのポジションを確保する。どうしようか、これ行く。一瞬だけちょっと上の確認をして、クラッシュ。なんでそうだろう。防弾カメラがありますが関係ないと。いやパンチアラーム。おーふざけんなあいつ。あめろあめろ、マジふざけんな。なんつった。うわサンダーバードあんな。プシュプシュ言ってる。そっちか。時間がない。よし。ここか。ディフューザーを失った。いやー残念。敵オペレーターはあと15秒。危ねー、怖すぎー。ミッション完了だ。沼と沼だった。半数の王さんに助けられた。10秒後に突入。映画かどうせクラッシュいるだろこれ。あそう、コシリーンがね可能になりましたアップデートで。この更新に一回 ADS 挟まないといけないんだけど、こうやってね可能になったんでね。いやマジで CS 勢変わるかっていう。ついに CS 勢もね、 CS パッド隊もね、パッド隊ってなんだ、パッドもコシリンを使えるようになったということで。おーなんだお前。なんだお前、早く投げちゃおうかな。後ろだよーん。大丈夫、リアクション切ってないけど、まあまあまあ、いやリージョンか。敵のオペレーターは残り一人だ。なんだと。オッケー。どこから行こうか。みんながどっ。どこからかに呼ぶな、これは。どうするお前ら、お前らどうする。なんだなんだなんだお前ら。なんだジジイ、なんのか。ほら行ってこい、お前一緒に行動したくねえんだよ俺はよ。ポイントを確保する。
リロード。あれ壁壁だ。オッケー死んでる。あまない。あーまああるじゃん、もらっちゃおう全然来てねえじゃん。ターゲット発見、残り1人。いいよ、入ってこれるか。入ってきちゃっていい。オッケー、敵部隊を制圧。はい、いかがでしたでしょうか。まあね、編集見返してて思ったんですけど、いや撮影時はすこぶるね耳の調子が悪かったっすね。まあでもね、ヌックの魅力はね皆さんに伝えられたかと思います。3層のキルなんかはね、まあ、ヌックにしかできないと思うので、 あのプレイをね見せれたのは良かったですね。今後もねどんどんキャラ講座上げていきますので、よければチャンネル登録高評価押していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。バイバーイ。